森上明子は大阪市出身の元女子、プロテニス選手。身長167センチメートル、体重56キログラム、右利き。フォアハンドストローク、バックハンドストロークとも、両手打ち。シングルス自己最高ランキングは41位。ミッキュハウス所属。7歳からテニスを始め、青山雄二に指示。1997年の ウィンブルドンジュニア女子シングルス部門でベスト4に入り、1998年1月12日、18歳の誕生日にプロ転校。2003年の全豪オープンで4大大会に初出場を果たし、同年のウィンブルドンで3回戦に進出。初めての4大大会3回戦では、森上は第8シードのゼニファーカプリアティに4から6、4から6で敗れた。 2月のメンフィス大会で、小端沙織と組ダブルスで優勝している。2004年のアテネオリンピックに、テニス、日本代表として、タン単ク量部門に出場。2005年度の四大大会では、全仏オープンで、LA のデメンチェワとの3回戦に進出したが、全米オープンの1回戦で、途中危険のアクシデントに見舞われた。しかし、2006年の全仏オープン1回戦で、 大会第3シードのナディアペトロワを6から2、6から2のストレートで破る金星を挙げた。女子テニスツアー大会では2005年7月第3週にアメリカシンシナティの大会で初めてのシングルス決勝戦に進出したが、ここではスイスのパッティシュナイダーに4から6、0から6のストレートで敗れた。それから2年後、2007年5月第2週に行われたチェコの プラハオープンで第6シードとして出場し、決勝で第1シードのマリオンバルトリを6から1、6から3で破り、27歳にして念願のツアー初優勝を飾った。直後の全仏オープンでは、1回戦で立ち上がるビンに7から6、6から4のストレートで破れた。2008年3月から膝の故障が悪化する。しばらくは強行出場していたものの、 4月には、フェドカップ代表を辞退、昨年優勝のチェコ、プラハオープンを直前で欠場した。全仏オープンには、怪我を押して出場したものの、ウィンブルドンでは、欠場を余儀なくされ、8月の北京五輪にも、出場できなかった。2009年11月12日、有明テニスの森公園で行われた全日本、選手権出場を最後に、現役生活に別れを告げた。 現役引退後は、テニス関連の中継解説者、イベント、講演会などで活動中。2010年、街道テクテク旅に出演、熊野街道を踏破した。2010年12月15日、スタジオパークから、こんにちはニゲスト出演。2011年4月24日に結婚したことを公式ブログで発表した。2011年11月10日に長男を、 2014年7月1日に、長女を出産した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。